天気がいいので足元は丸子の地下足袋半襦袢をつけていきます。着物は右手側が下で左手側が上です。着物はずきさんで購入しましたアンティーク着物緑の海に見立てます。腰紐は浮きっこの締めやすい腰紐後輪ベルトをしていきます。名古屋帯は友之助帯です。お魚の柄でまるで海に魚の大群が泳いでいるようなイメージです。帯は銀座結びにしていきます。着物の袖の中が赤いので半襟とぴったりです。帯締めに紫を使って完成です。鶴のストールを羽織ります。水の中に泳いでいた魚が飛んできた鳥に食べられちゃうイメージでコーディネートしました。